はい。こんにちは。長田香です。本日はですね、ブラックビューの最新のスマートフォンのね、情報が降りてきたので、そちらをね、紹介したいと思います。ブラックビューのね、BL9000 Pro という、まあ、タフネススマートフォンの最新モデルですね。まあ、最高峰と言っても過言ではないと思いますけども、 こちらをね、お話ししていきましょう。とりあえずね、スペック表、まあもうぐちゃっとしてますけども、それを表示しつつ、まあそれぞれのね、特徴についてね、まあ細かくお話をしていこうと思いますけども、まずなんといっても、ブラックビューのこの BL9000 Pro は、最大の特徴といってもいいのがサーマルカメラ、搭載してるところだと思います。あの、このブラックビューね、 過去にも、いろんなこのサーマルカメラを搭載しているモデルをですね、投入してきてますけど、この BL9000 Pro はですね、フリアーのレプトン3.5っていうものを搭載しているわけなんですよ。全モデルと比べるとっていうところで何が良くなったのか。まずはですね、解像度が4倍になり、さらに広角になってるんですね。なので、より広範囲に鮮明に映すことができるようになりました。 というのと、さらにはですね、マルチポイントでの分析とか、時空間分析なんかもできるようになってたりしますし、あとは温度のその警報とか、円形の領域温度測定とか、まあそういったような機能にも対応してたりしていて、マイフリアプロアプリとか、そういったものとの連携もサポートされています。っていうことなので、こういったね、 サーバル系のカメラを使った、まあ、アプリケーション、新しいサービスとかを、まあ、今、考えていたりとか、これから開発しようと思っている方にも最適ですし、実際問題はこの使い方が向上しているので、例えば飲食とかね、やられている方にとってもいいと思います。あの、マルチポイントで温度測定ができていたりするので、まあ、その調理中でのね、こっちはまだ何度だけど、こっちはもう、 最適な温度だと。そういうものが分かったりするのとか、あとは介護とかそういったところでもね、その与える料理を冷まさなきゃいけない時の適温とかっていうのが、その映してるこの画面内の中でいくつものものをそこでチェックできるようになるというところなんですね。なのでこういうものって、例えば昔はアウトドアでしっかりと火の始末ができてるかなとか、暗所でね、 その動物がいるかとかそういったような遊びにも使えたりっていうのがありましたけども、ニッチではあるんだけども、よりその専門性の高い方での、まあその本格的な利用用途っていうのが見えてきてるんじゃないかなっていうふうには思います。またね、人の体温の測定にもしっかり対応してますので、こういうものだと例えばスポーツ系ですよね。うん。その医療系はもちろんですけど、そういうスポーツ系、トレーニングでの 体温をここまで上がってるのをどうしていくかとか、そういったところをこう計算していくのにも役立つんじゃないかなというふうに思います。もちろん、このサーマルカメラの他にもしっかりノーマルのカメラを搭載されています。アウトカメラは、まず5000万画素カメラと広角の1300万画素カメラ。はい。これが搭載されています。 まあ、5000万画素の方はですね、サムスン線のアイソセルですね、こちらが搭載されていて、1300万画素の方はですね、広角なんですけど、マクロカメラの機能も、えー、搭載しているので、広角は120度。さらにマクロは2センチまで寄れるというとこですね。もちろん 4K 撮影にも対応しているということになっていて、さらに水中でもこのカメラ機能は使えますと。もちろんね、 川とか遊びに行ったりとかした時にも、水中にね、カメラを入れたり、もしくはその、水の境目のところから面白い絵を撮ったりとかっていうのもできますし、まあ、もちろんそのスポーツ関係でもね、水中スポーツとかでも使えるんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、インカメラもね、5000万がそのカメラを搭載しています。もちろんね、HDR とか、美肌モードとか、そういったものもね、対応してたりしますので、まあいい感じのね、 あの、自撮りは取れるんじゃないかなっていうところですね。さらに、えー、このスマートフォンの心臓部になりますけども、CPU は Dimensity の8020を搭載しています。この8020ですけども、まあ、TSMC 製ですが、あの、しっかりこのメーカーの方からも公式でベンチマークを測定したね、動画なんかも配信されていて、すでに、あの、アンス通で80万点を超えているので、 まあ、その、ゴリゴリ最新のグラフィックを高画質で動かしますっていうゲームでなければ十分に使えるものかなというところですね。で、ラムも12ギガとりあえず、まあ標準で積まれていて、まあさらにね、24ギガをストレージの方から持ってきて36ギガまでできますよっていうところと、 そのストレージに関してもね、510に積んでるんで、まあ普通に考えて十分すぎる容量かなっていうところと、一応ね、最新ではないんだけども、規格も UFS 3.1ですので、まあ読み書き速度は十分かなっていうふうには思います。まあその他で言うと Wi-Fi6 がデュアルでちゃんと対応してますよとか、そのゲーミングに関しても、 メディアテックのね、ハイパーエンジンライトゲーミングテックっていうのと、あとは X 軸リニアモーターなんかも搭載してるので、最高峰のゲーミングではないにしても、まあ普通にライトに楽しむところはできるように、そのメーカーの方でもちゃんと調整されてるというところですね。そして何よりもバッテリーです。8800mm 積んでいます。 はい、で、充電速度は 120W まで対応しているということです。1時間かからずにこの 8800mm を満充電にできるということですし、あとはね、8800mm 大容量積んでるんで、逆充電にもしっかり対応してたりします。日頃使ってるイヤホンなんかがね、充電切れたりしても、こいつとつなげば充電できると。 いうところです。で、こんだけでっかいバッテリー積んでいて、さっきのよね、そこそこのパワーがしっかりありますよっていうところですが、えっ、ー、と、冷却システムもしっかり考えられていますというところですね。一応ね、どんなに高負荷時でも42度までで端末の温度を、えー、ま、とどめておくぐらいの冷却システムになってますということのようです。 まあ、ガリガリにこうタフネスで、しっかりこうガッチリこう、外側を守ってる端末で、そこでパワーを高めていくってものに関しては、一般的なスマートフォンより、よりね、本来は考えてほしいものなんですけど、まあ、意外や意外でブラックビュー考えてるなっていうのがね、私の感想です。そしてディスプレイですけど、6.78インチの IPS 液晶ということですが、一応リフレッシュレートが 120Hz ということになってますね。はい。まあ十分すぎるんじゃないでしょうか。1から120の可変っていうわけではなくて、60,90,120の変化っていうことなんですが、それでもね、60からそして120という超滑らかな表示まで対応してるっていうのは喜ばしいことなのと、あと解像度もね、 フル HD プラスなので、6.78インチであれば、若干ドットが見えてしまう人もいるかもしれませんけども、まあこういうタフネス系のスマートフォンであれば、旧大点のブルーじゃないかなっていうふうに思いますし、輝度がね、602頭ということなんで、若干明るさにね、この数値だけで言うとね、あの、かけるかなっていう印象を持つかもしれませんけど、IPS 液晶なので、 まあ、サイドからの視認性もそうですし、太陽光の中でもしっかりと見えるんだと思います。さらにですけども、こういうタフレス系ではあんまりやってないと思うんですが、ティフズード、ね、あの、そのブルーライトの軽減のものに、えー、しっかり認証を通していて取得してます。うん。 なので、読書モードなんかも搭載していますし、目の光っていうものに関してね、しっかりこう保護、えー、まあ、眼性疲労低減というかね、そういうところもしっかり考えられたディスプレイになっているというところで、個人的には結構意外でした。これタフネススマートフォンでやってくれるんだっていうね、なかなかここね、いいなっていうふうにね、思うところです。 また、スピーカーもね、ハーマンカードン製のね、スマート PS ピーカー搭載しています。もちろん、あの、ステレオで搭載していて、えー、ハーマンオーディオ EFX に対応してるというところですね。映画とか音楽鑑賞とかゲーム時っていうところでのエフェクト調整がしっかりされてるというところなので、まあ、一般的なタフネススマートフォンとはやっぱりちょっとこう、 レベルが違うなっていう感じがしますね。エンタメ方向もしっかり楽しめるものにしようというね、メーカーの意気込みがあまあ感じられるかなというところです。もちろんね、冒頭から言ってる通りでタフネススマートフォンなので見る企画準拠してます。はい。IP68、そして IP69K の防水性能。はい。えー、落下耐性、ね。1.5メートルまでの浸水保護。 さらに温度、マイナス20度から60度の環境下でも使えますよ。ね。あとはね、こういう、そういう環境で使うんだったらということで、最大4ミリの手袋を付けたままでも操作できる手袋モード、ちゃんと搭載してますし、あとはですね、サイドボタン搭載してますので、瞬時にね、あの、立ち上げたいアプリをここに設定して、 まあそうやって便利に使うこともできますよとか、あとはアウトドア系のツールもちゃんと入ってますよっていうことになっています。で、こんなね、ブラックビューの BL9000 Pro ですが、ゴールデンウィーク明けからいきなりね、販売されています。えー、最大51%オフ、500台先着ということなので、 ま、気になる方は、より詳しいね、情報もそっちの方に載っていたりしますから、概要欄に載っけておくので見てみてください。周波数体を見る限りは、日本での活用もそんなに苦じゃないかな、というね、対応バンド数になってますね。バンド19とか、そこら辺も対応しているのはちょっと意外ですが。はい。ということで、久しぶりのスマートフォンの紹介になりますけども、 いかかがでしょうかタフネススマートフォンもねなかなか盛りだくさんになりましたねこの機能というところではうんちょっと前に比べるとベースアップがしっかりされていてまあ要は最低限このぐらいは持っておいてほしいよねっていうのはしっかり追いつつそこにさらに突き進めるべきところは突き進めるそのサーマルもそうだしね そのサーマルも数年前に出たものと比べるとめちゃめちゃ良くなってるし、ねえ。あとはその防水とかそういうタフネスのところであってもちゃんと使い勝手がいいようにっていうところで手袋モードがね、まさか4ミリ厚の手袋でも大丈夫ですっていうのは、まあそりゃそうよね。まあ単純に軍手1枚だけとかじゃないのよと。 例えばそういうね、スノースポーツの時とかの手袋とかね、厚めのものありますけど、ああいうものでも大丈夫ですよとか。あとは実際こういうものをね、まあその遊びとかそういう個人じゃなくって企業として、まあ例えばなんだろう、こう川下りとかさ、そういうのをやってる企業が自分たちのそのスタッフ用にとかっていうのでドカッとやって配るっていうのでもありだと思うんで、 こういうのが本来はね、日本ではその日本のメーカーが出すっていうのをやってほしいところではありますが、まあそれでも、一応海外メーカーでは、ここまで突き詰めてるものも出てきてるっていうことはね、まあいいことではあるかなというふうには思ったりはします。はい。ということで、また見てな。バイバイ。